こんにちは、こんばんは、アラフィフです。ちょっと音を調整しますね。オプション、オーディオボリュームもうちょっと下げとこうかな。こんなもんでいいかな。ブライトですね、明るすぎたかな。これでいこう。改めまして、こんにちは、こんばんは、アラフィフです。このゲームはですね、レゴパイレーツオブカリビアンというゲームです。レゴシリーズの中では、まあ古くはないんですけどもね、まあ区分でいうと大体第2期ぐらいのことなのかな。まだ喋らない頃のレゴです。レゴバットマン2以降喋るようになってしまったんですが、この頃はまだ喋らないレゴですね。こう、まあレゴシリーズの中では割と簡単な部類になるんじゃないかなと思います。まあそれをちょっと攻略がてらやっていこうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。さあ、うまいこといくかどうかはまあやってみないとわかんないとこはあるんですが、まずはこれオーランドブルーム扮するところの、名前忘れてもた映画は見たんですがね、ですまず、やることがいろいろありまして、これまず何をせいじゃ、多分 B ボタンで人参持ってきて、この馬に人参をひょこっと、馬ちゃうロバや、食わせると復活します。これを直さないといけないね。ほいでね、この機械直します。この辺は潰れないと、これは親方はどうでもいいね。確かこのキャラクター刀鍛冶やったかな。映画はそんな感じやったと思います。名前を忘れてしまうというのがまあ悲しいことですが、これは、投げられるんかな。投げられるね。おりゃおりゃ、大したことないな。スタッドが少ないわ。そしたら親方何ができんねや。あ、これか。お
この焼けたやつは多分親方じゃないと直せない鍛冶屋用ですな。これ乗っかんのかい。引っ張りゃロバ引っ張っておりますが、これまだできへんのかな。そうやね、これを回さなきゃあかんね。で OK ね、これに変わってロバロバロバで、はい、ちゃう、こりゃ、うん、これで OK やね。お、ふいごが動いて剣が焼き上がると。ジョニーデップ。で戦いになるということですね。おう、潰しやがった。で組み上げて、はいな、よいしょ、金スタート、金スタート、おいおい、はいっと、これは登っていけるんかな、これ、おりゃ、おりゃ、ほりゃ、ここは引っ張れませんのでね、取りに行けません。ここに回ってんのがボトルシップですね。これのお宝はボトルシップになってます、確か。でまあ、おっとっと、ほりゃ、ほりゃ、ほい、お、映りやがった、ほりゃ、ほり、また逃げたぞ、ほりゃ、どこ行った、ということで話が進みます。で、捕まるわけですな。絵柄綺麗ね。でまあ襲撃ですな。ブラックパールやったっけ。海賊たちの襲撃です。ああ呪われた海賊たちはもうね、さらってた、さらってた。で、ジャック・スパロウを助けに行かないといけないのかな。ラシンバ・アルデーテ。
ワンコ、このワンコに骨を持っていかないといけないですな。これまたちっちゃいキャラ用ですね。今現在ちっちゃいキャラはいないんで、ワンコも入れたかな、入れたのかもしれないけど、まあそれはとにかく骨出た。あ、ここ掘れワンコの場所があるな。スタッドも取りながらの、はいな。でこのワンコが使えるようになったのかな。こうか。あ、これでね。多分ここはどうやろう、行けんのかな。あ、行けそうかな。ほい、あ、行けたね。OK。 お、これはここに置けと。はい、オッケー。ほいな、できることは全部やってた方がいいもんね、ということですな。おりゃ、いつもの通り骸骨組んで、でも全部組めへんのちゃうかな。相変わらず多分ミニキットネタやと思うんでね、これね。大概の場合できへんことが多いんでね。はい。で、これ潰しゃいいのかな？潰れへんかな？潰れへんな。よっしゃ。もうこれ潰れへんし。よいしょ。OK ね。これは潰れないね。おいで、次はこっちで、これまたここ掘れワンコですな。おい、 OK、 出てきた。まだもう掘れへんか。ほいな。もう無理やね。ほれ。ほれ。よっしゃ、こんなとこですかな。これが潰れないと次、多分この骨。できませんので、これはあの爆弾キャラかなんかがいないと無理なとこですね。でこれをつけると、もうお金ないね、こんなもんかな。で、はいな、これやると勝手に向こうのジャックさんもやってくれますんでね。で外出られると、はいな。で出た、で潰せるもんは潰していってと。潰さないとね、あんまり先に進めないんでね。ほい、 OK、 旗。拾いに行けへんねん。ブルーの旗がね、いるんでね。オッケー。よし。
あとはこんだけやね。あ、こっからでも OK ね。タル、このタル今回ね使います。ちょっと待ってくださいよ。これで OK かな。これ乗れます。乗ってここにこういうとこもあるんで持ってきて、こうくる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 回すと扉が開いたりとかねします。敵出ますけどね。 OK。 こんなとこやな。あ、また来た。おりゃ強いね。ティムやったっけ。 OK。 次のとこに来ました。まあ、やることは基本的にね、大体どれもこれも一緒といえば一緒ですけどね。よいしょ。ほら。OK。もう潰れない。ほりゃ。お、これはジョニー・デップですね。 B ボタンで持ち物。羅針盤なかったか。まずまあ組むだけ組みましょうかね。これ5つあるのかな。これもそうかな。ちょっとちゃうな。旗？また組むんか。まだ組めるのかな。何回でも組めるんやね。まあ、とりあえず置いとこう、これでね。これを探してるのかな。羅針盤つこうでね、探すんですね。で、こうワンコ。ほい。ボルト。出てくるんで。ああ、おっと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 。ああ、これね、難しいんですよ。で、ボトルシップ。今回ミニキットの代わりにボトルシップって感じですね。で、これで OK の。物を探していくんですな、こうやってね。羅針盤でね。で、場所が分かると。ここにあるんで、ここ掘れワンコ。はいだ。で、組む。で、ここ渡れるようになりましたと。まだね、ずっとこう行ってもいけないんでね。あ、これまたボトルシップかな。ボトルシップじゃないけどね、船やね。OK ね。で、これで向こう側に渡れるようになったんで、
まず登れるかな。この中も。結構ね、やれることもこれたくさんこうやってありますんで。OK かな。もう潰れへんね。でこの上にも行けるんかな。どっかから行けるかもしれへんけども、ちょっとここでは今無理かもしれませんね。で次はこれに乗って、これで向こう側に渡らんとあかんのですね。この辺爆弾ないとね、潰れないし、爆弾使えるキャラじゃないと無理なんで、これはだからストーリーではちょっとできないですね。ここはこれもそうやね、爆弾用ですな。拾い持ってこれで開いたと。これも多分無理やな。ジャンプ力のあるキャラいないもんね。いけないね。あかんので置いときましょう。ここがいける？登れない。ここいけるね。もうこっからはいけへんね。そういうことですね。オッケー。んで次のところこっちですな。これを組めということで組みます。こうジャンプで多分いける人間はいけるんでしょうけど、ここのキャラでは無理ですな。続いてこうかな。これ3層目やね。よっしゃ。これが4層目か。もう1層はいけへんのかな。これもちょっとわかんないね。でまあこれがですな、水の中に行くんですけども、ここに行かないといけないんですけど、これ沈めないんですね。そのためにはタオル、樽を使います。
2つあるのはまあ2人プレイの時用のためなんですけどね。これで中に沈んでいけるということです。こうですね。おりゃ、オッケー、強いね。これ上が面白そうやな。早いこと上登らなあかん。こうですね。この下にも、おりゃ、オッケー、うん、結構いい感じで進んでおりますね。おりゃ、次はこの何やろこれ、金具と言うたらええのか、バルブと言うたらええのか、つけます。でこれで OK で、こっちもいけるようになったのかな。おりゃ、こうですね。元のとこに戻ってきます。まあお金になるんでね、まあそれはそれでいいんだと思います。これでもうここはいけるはずなんで、こうですね。はいな、で、おっと、よいしょって、こうですね。次はおりゃ登って、はいな、これでいけるかな。 OK、 剣持ってたらいけねえね、これね。ほりゃ、こうですね。オッケー、うまいことできましたね。オッケーね。The Curse of the Black Pearl。これ4つとも全部入ってますんでね、映画ね。結構お得に楽しめます。これ今やってるのは Curse of Black Pearl、ブラックパール号の呪い、最初の呪われた海賊たちですね。トゥルーパイレーツにはちょっと足りませんでした。まあ最初からやれる人間はやれるのかもわかんないですけど、まあ慌てなくても後で何とでもなりますんで。 OK、 ミニキットは1つ、ゴールドブロックはこのシナリオ終了の一つだけということです。コンティニューストーリー、はい。とまあこのなんか変な紙芝居と、紙芝居っちゅうたらいいのか、人形劇っちゅうたらいいのか、読み込み中はこれですね。
船乗りじゃないもんね。で船のクルーを集めに行こうということです。次はそこからになりますね。ということになりますんで、今回はここまでにしておきたいと思います。次回はここから仲間4人を集めようという話になりますんで、またよろしかったら見てやってください。どうもご視聴ありがとうございました。失礼します。